はい、こんにちは。よろしくお願いします。落合です。どうも。ちょっと軽く質問したいんですけど、この中で図書館の人、図書館に勤めている人、もう言い過ぎだろマジ、それ以外の人、ああなるほど、こんなもんすか。 OK、 図書館の情報学を学んでる学生の人、 OK、 じゃあこの人たちに僕は当てていけばいいんですね、なんかわからないことがあれば。じゃあ、よろしくお願いします。落合です。こんにちは。普段は僕メディアアーティストをしてまして、それ以外には筑波大学で助教という職業をしている。他は、バーチャルリアリティコンソーシアムの理事をしてたり、他にベンチャー企業を経営してたりもするんですけど、基本的には僕は研究者としてはコンピューターグラフィックスの研究者です。で、普段は筑波大学の図書館情報メディア研究科というところにいます。ひょっとして図書館情報メディア研究科、もしくは、図書館情報大学の卒業生の人、 7% ぐらいいますね。まあ、そんなもんだよな。で、僕についての紹介ですが、オーディオが、お、すいません、よいしょ、えい、これ、よいしょ。落合陽一が見せる、BS朝日が番組を作ってくれたので、ぜひ3分なので見ましょう。キューピーの一社提供なので、野菜がひたすら出てきますけど、全部マヨネーズをつけて食べられる野菜です。新しいことを想像する新しい人、フレッシュフェイシス、フレッシュフェイシス in the case of 陽一落合。アナログなものとデジタルのものの区別はもう今世紀する必要がない。メディアアーティスト落合陽一、研究者でもある彼は現代の魔法使いとの異名を持ち、国内外で注目されている。世界で最も薄いディスプレイ、その秘密はシャボン玉。これで繊細な質感をも表現できるという。重力の支配からも自由だ。空間に浮かばせた物体を自在に動かせる装置を発明。極めつきは触れる光。落合の中で未来はすでに現在となっているようだ。例えば空中に絵を描いたりとか、物が自在に動いたりっていうのは新しいメディアを作ってることなので、メディア装置を作ることこそがメディアアートだと思うので、新しいメディアを作って、その発明によって新しい表現をする。そのメディアを作るっていうことによって、人の心に訴えかけるようなものを作る。落合の見据える先にあるものは、これまでとは違う人間とコンピューターの関係性。人間ってほぼコンピューターなんですよ。優秀な人間の知能はまだ機械に勝ってるけど、計算能力ではもう追いつけなくなってきていて、でやがてはコンピューターの方が強くなるけど、果たして人間とコンピューターっていうのはどこが違って、どこがお互いに強いのかっていうのを考えよう。新しいこと、変わらないセオリー。子供の頃から好奇心旺盛。あ、この汚いのがうちの研究室なんですけど。20代の若さながら筑波大学助教として研究室を構える。まあ、よくやってることはよくわからないんだが、それがきっと人類に及ぼす影響は計り知れないので、それはまあ価値があるから、そういうのでどうやってすげえものを作るかっていうのが重要です。研究と実験を重ね、魔法のような装置を次々と生み出し、世の中を変えていく。フレッシュフェイシス、その先は。人間とコンピューターって多分ほとんど区別がつかなくなっていくので、人工物と自然物が混じり合った世界において何が自然なのか、ごちゃ混ぜにミックスした先にちゃんと哲学を持ってアウトプットするっていうのは、まだなかなか世代としてはやってる人がいないから、そこをどんどんやっていきたいなと思います。という落合です。よろしくお願いします。で、僕はメディアアーティストをしていて、筑波大で、なぜか図書館情報メディア系というところで教員をやっております。この中で図書館情報メディア研究科のことをご存知な方ってどのくらいいますか。知らないとここに来ない、ひょっとして。でもみんな全然知らないでしょ、図書館情報メディア研究科のこと。だって僕みたいな教員がいるんですよ、この不思議な研究科。元は図書館情報大学っていう大学だったので、図書館情報メディア系だけで一つの大学を作れるぐらいの人が揃っています。それがうちの研究科の最も面白いところで、つまり端っこの人は鳥とどうやって話すか考えてる人がいたりとか、どうやって体育をやるか考え、体育の人いないか、そういえばスポーツの人いないんですけど、でもそれ以外の人は大体揃ってる。例えば建築やってる人がいたりとか、数学やってる人がいたり、ワークショップやってる人がいて、まあ、かなりマルチフルな研究家です。で僕はもともとその筑波大の、図書館情報メディア系がある建物に入ってる情報メディア創生っていうところ出身で、2007年に大学に入学して、東大を1年飛び級で出てたので2015年度から教員で28歳です。よろしくお願いします。
でさっきの番組で国内外で注目されてると言われたんですが本当かよと思って、まあ、Google 検索すると例えばタイムス誌とフォーチュン誌がやってる2015年 IT ハードウェアで一番世界で面白かったやつ7人とか選ぶと俺とか入ってるんですね。なんかちょっとすごそうに感じるでしょ。実際すごいかどうか分かんないんですけどこんな感じです。で僕がコンピューターの何の研究をしてるかって話を最初にしようかなと思うんですけどこの人知ってる人お手が上がらない。じゃあ一番前の人に当てよう。君これ誰ですか。え、ヒント1937年経電気および開閉回路の記号的解析。え、あー惜しいね。アラン・チューリングじゃなくてクロード・シャノンですねこの人はね。つまりクロード・シャノンが大学院生の時に書いたスイッチをオンにするとオンというか閉じると1、開けると0、電圧の高いっていうのが1にして電圧の低いっていうのを0にするとそれでブール代数の計算ができるんじゃないの、つまり機械で計算って可能なんじゃないのっていうのがデジタル計算機の始まりです。つまりデジタル計算機っていうのは我々にとってみれば後期高齢者、君たちのおじ 君のねおじいちゃんおばあちゃんと同じぐらいの年です。あのおじいちゃんおばあちゃんが他界してる人はたくさんここにいるので、はい、78歳ぐらいだということです。でコンピューターが例えばプロフェッショナルシステムとして使われ始めたのは1960年代のことです。メインフレームを使って、例えばこれはクロード・シャノンの教え子のアイバン・サザーランドっていう人がコンピューターに初めてのコンピューターグラフィックスを書いている。コンピューターグラフィックスっていうのは1963年ぐらいにできたもので、例えばあの時代っていうのはほとんどもう液晶とかないブラウン管とかなんですけど、あそこにライトペンっていうのでこう絵描いて直接なんだろうな、設計者が展開図を描きながら例えば 3D モデルをどうやって作ったらいいのかみたいなのをあのサポートしたりとか、あとお医者さんがカルテを作るときにコンピューターに病名を聞いたら答えてくれるようなシステムを作ろうとか、プロが知的能力を伸ばすためにどうやってコンピューターを使えるのかっていうのがコンピューターの本質的な使い方だったわけです。例えばアラン・ケイは有名人だからみんな知ってるかと思いますけど、1972年にアラン・ケイがパーソナルコンピューター・フォー・オール・チルドレン・オール・エイジーズっていう論文を書きます。この時に当時あの GUI とか世の中にはないんですよ。グラフィカルユーザーインターフェース、マウスもポインターもないんだけど、あの画面付きのパソコンっていうのを作って、これってやがて子供たちが使うようになるから、子供たちがあのくらいのサイズでお絵描きしたりとかプログラミングしたりするようになる、マルチメディアを扱えるコンピューターっていうのが世の中に出てくるって言われていました。つまりこの当時のコンピューターっていうのは3000万4000万の価格で言うとするもので、子供が遊ぶようなものでは全くなかったわけですが、それを使って子供が、さらにそれがものすごい小さいサイズになって子供が遊ぶっていうのが、まあ、43年すると今は幼稚園生でもきっと YouTube であの iPhone 動画を見るような時代ですが、43年すると出るいい例だと思います。例えばさ、当てちゃってごめん、何くんだっけ、あ、鈴木くん、あのさ、あそこにあるあの上に机の上に乗ってるのが記録ディスクなんだけど、あの容量わかる、キロバイト、あれね多分1メガぐらいある。で、まあ、1メガバイトの大きいディスクぐらいです。だから今 3G 回線で落とそうと思ったら、3秒ぐらいで落とせる、もしくは10秒ぐらいで落とせるようなものが、まあ、あのくらいの重さと大きさがあったような時代です。でそれで3000万ぐらいするコンピューターを子供がやがて使って遊ぶようになるって言っても、遊びの凄さっていうのはなかなか伝わらないんだよね。だからこれで子供たちが遊べるようになるからコンピューターちっちゃくしたらいいよって言っても、誰もそれは社会にとって必要じゃないんじゃないかって言うかもしれないが、今現に我々の社会はそういった遊びによってうまくなり立っているところもあるじゃない。で例えば今我々がこうやって講演会場で喋ってるような状況っていうのは、1991年に、マクワイザーって人が書いた The Computer for 21st Century っていう論文の中で書かれているこの図そのものなんですよね。誰かがスクリーンを持って喋ってて、でその横で紙のノートでメモを取ってる人もいるし、例えばなんだ、iPad でメモを取ってる人もいるし、パソコンでメモを取っている人もいる。こういうようなコンピューターの使い方がされるには、高度に発達した無線網と、それによって我々がコンピューターの存在自体を特別なものだと認識しないことが重要だ。それがユビキタスコンピューティングっていう発想なんですけど、それによってこうやって示された未来っていうのを20年24年すると今世の中にこう厳然してくるわけです。じゃあ我々研究者ってここ30年間何してきたのっていうのが最も重要な課題です。その課題は一言で言い換えることができて、ポストマルチメディアをどうするか。アラン・ケイが言った、コンピューターはやがて音と光を扱えるようになる、マルチメディアになる。マルチメディアになったコンピューターがこんなに溢れてきた後、マルチメディアの後我々は何ができるのかっていうのがすごい重要な課題です。で僕はそれに取り組んでる研究者の一人で、例えばこれはフェムト秒プラズマっていう10のマイナス15乗秒ものすごい速いプラズマを使って、あの空中に絵を描いて例えばそれと触ってインタラクションを取ったりするような研究をしたりとか、
あとはたまた、空気をどうやって音波を使って構造化して超音波のエネルギーを使って物体自体を操ることができるかとか、そういうことを、僕は研究をしています。つまり今までは音と光しか扱えなかったコンピューターを、いや物体や物性や物質やよりもっと違うスケールでコンピューターがこの世界を扱えるんじゃないかっていうのが、うちの研究室であり僕の目標の一つです。でその一方、メディアアーティストとしても活動していて、メディアアートっていうと皆さん何なのかよくわからないかもしれませんが、一般的に芸術っていうのは例えばメディアの上にコンテンツを作ることです。ビデオアートだったらビデオっていうメディアの上に映像を撮って載せる、油絵だったらカンバスっていうメディアの上に絵を描く、で僕はコンピューターっていうものを使ってメディア自体を発明しながら絵を描くような人です。例えばこれは、僕が今まで作った中で最もランニングコストがかかるメディア装置なんですけど、スポンサーがドンペリっていう人で、ドンペリニョンっていうシャンパンがありまして、ドンペリのシャンパンの中に絵が描きたいんだけど作ってもいいって言って、ナノ秒レーザーで中に気柱をこう炭酸で立てていくんですね。もちろん炭酸がなくなると立たなくなるんで入れ替えないといけないんですよ、ドンペリを。で1時間にドンペリを2本使うのでランニングコストが1時間で10万、ドンペリは太っ腹なのでこれ展示しても OK、 素晴らしい会社です。でこんなの作ったりとかもします。で基本的にはそんな風に自然現象とかコンピューターを使って何が作れるか、例えばシャボン玉って上に向かって上がっていくもんだけど、滝どうやって流体計算したらシャボン玉の滝が作れるかとか、部屋の中に本当の稲妻をいっぱい生じさせてそれで作品にするにはどうしたらいいかということを、コンピューターを使いながら考えています。で、なんだろう、最近だと世界の終わりさんっていうバンドがあるんですけど知ってます？知らない？知らないよね、もう若い子しか分かんないですよね。でセカオワってバンドがあるんですけど、そこの10月21日にやった ZEP のライブの会場演出とかは僕とうちの研究室の有志の人がやっていて、例えばセカオワが出てきたり消えてきたりする油絵にしか見えない絵画とか、回転するゾートロープとか、あと僕の作品を4メートルのサイズにして置いたりとか、こういうような、でかいものを作ってそれを使って物体でどう表現するかってことをやってます。あとそれ以外には、ピクシーダストっていうアメリカの会社の社長をやっていたりするんですが、今日の本題にそろそろ入ります。なぜ俺は図書館情報メディア系にいるのか、これが今日の大きい課題の一つですね。なんでだと思います、宇田先生？そうです、はい、まさしく模範解答が返ってきましたね。はい、僕はマルチメディア以降の図書館をどう考えるか、そのために図書館メディア系にいます。つまり我々は光と音っていう情報の提供行為を超えて一体何をユーザーに提供したらいいのかっていうのが本質的な問題です。紙って光でも音でもないと思うかもしれませんが、我々が紙を提供することによって与えられているのは目に入ってくる反射光です。つまり我々は本質的に紀元前から光しか提供してない。で CD を配ったりビデオを提供することによってある時間で圧縮された光と音を提供するようになったが、それ以外光と音以外はマジで提供してないわけです。でそれっていうのは我々が今コンピューターが発達した今最も重要な問題として捉えていて、例えばC グラフっていうコンピュータグラフィックスの一番でかい会議があるんですけど、そのアジア版が今年神戸で行われて、ポストピクセル、ピクセルの時代をどう超えるかっていうパネルセッションとかがあったんですけど、それとかで、俺とか MIT の石井先生とか、うちの元指導教官の東大の歴元先生とか、東大の稲見先生とか、あと筑波の岩田先生とかがこう、わー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 話してたんですけど、結局結論は出ない。こういう時学生によく言うのはチャンスだと言うんですが、今まだ大きな方向性が固まっていないから、どうやったらマルチメディア以降のコンピューターを使っていったらいいのかっていうのはまだ決まってないわけです。あ、この次著作権的に危ないのが出るんで中継注意してください。でこれ見ました？見た？見てない？みんな。俺2015年10月21日のジミー・キンメルのライブショーなんだけど、2015年10月21日ってさ、マーティン・マクフライとドックがさ来る日じゃない、過去から。でライブの会場にいきなり入ってくんですよ、デロリアンが。で、今これで30歳以上の人たちはもう超テンション上がるんですね。もう会場総立ちでスタンディングオベーションなんですよ。でパーキンソン病大丈夫かなと思ってたマイケル・J・フォックスがこう出てきてくれて、嬉しいっていうシーンなんですけど、でここにすごい重要なシーンがあって、なんだっけ、バックトゥーザフューチャーって結構時代故障とか SF とかすごいよく書かれた脚本なんですよ、今みたいな。でこの脚本もすごいよく書いてあってですね、空、車も空も飛んでないしホバーボードもないし2015年クソだなってこの2人が話してるんですよ。
2015年ってクソだ、来る時代間違えたと。そう言ってる横で、あの司会者がセルフィーを取り出すんですね。スマイル。でこの会話に入る前に、お前ら30年間何してたんだって言うんですけど、Telecommunication device? Well, no, kind of, actually, this is the best thing about the future. It's called a smartphone. これが未来で一番ベストな寝具だよ。 It's a tiny supercomputer. Yeah, yeah. It is. It's like... This must allow astrophysicists to triangulate complex equations.Yeah, in real well, time. I guess it probably could do that, but mainly we use it to send little smiley faces to each other, pictures of eggplants, that sort of thing. So it's not really what we use it for. What's a grinder? で、これ、まあちょっと英語が分かんなかった人のために訳すと、あのドックが持った時に、お、これはちっちゃいスーパーコンピューターだ、これを使えば、あ、宇宙物理学者が複雑な計算が解けるとか言うんですよ。その横で、あ、まあ、多分それもできるかもしれないけど、俺たちメインに使ってるのはあの笑顔を送り交うぐらいだよって言うんですね。で、これが多分マルチメディアの結構たる本質で、この脚本の素晴らしいところは、1960年代の人がもし見たら、これはプロフェッショナル、最強のプロフェッショナルツールだと思うんですよ。だって、最初に TX2 のブラウン管にライトペンで書いてた人たちですから、それが同じ計算がここでできるとしたら、これできっと物理学者とかプロとか医者とかが、すんごい頭の固い使い方をするんじゃないか。でも、実際は、あれ、さっきの最初に言ったグラインダーっていうのはゲイ専用アプリなんですけど、あのそういうような出会い系アプリに使ったりとか、あの スマイルを送り合ったりとか、あのトイレでビデオを見るぐらいしか使ってない。つまり我々はマルチメディアっていうものを手に入れたのをほぼコミュニケーション商品にしか使っていないということです。本質的にはもっといろんなことがコンピューターにはできる。彼がドックが言ってたように、複雑な計算を解いて、もし複雑なことをスマホが出力できれば、光と音でなければ何かもっと違うものが作れるんじゃないかっていうのが、今回の問いです。でマルチメディア、メディア言ってきましたけど、一応メディアアーティストなんで、メディアについてちょっと皆さんもう一回勉強し直そうかなと思いまして、あの軽くうちの授業をまとめてきたのでメディアについて話します。でメディアってズバッと言われた時に、例えばマスコミのことを思い浮かべてしまう人多いかもしれません。まあ、皆さん図書館の方なんで、メディアって言われて正しい定義として、まあ、媒体物、中間物、俺とは人間にとっての思考のエーテルだと思ってるんですけど、物に何どうやって記録して、我々はそれを使ってどう表現するかみたいなのが重要だと思うんですが、さてメディアの中で俺は最古のやつだと思うのはね、壁画です。壁画って、あの最近自分メディアの研究をするときに壁画のことを真面目に考えるんですけど、壁画でジュラシックパーク撮ったらどのくらいの長さかかるかなとか、ちょっと言ってること分かんないですよね。あの映画のフィルムのジュラシックパークあるじゃないですか。あれで全シーンを例えば壁画にして描いてったら、全長10キロぐらいあれば足りるかなみたいなことを考えるわけです。でそう考えていくと、壁画の最大の問題点は、まあ移動できない。まあただし画材は自由だし、絵の保存もいい。紀元前1万5000年ぐらいまでのものも発掘されている。で我々のコンピューターはせいぜい15年の寿命だから、めちゃくちゃこれは優秀なメディアだということです。で古来の我々人間というのは、例えば物をこう掘ったりとか、いや掘るのが本当に好きで、甲骨文字もそうだし、例えば金文もそうだし、石文もそうなんですけど、あのこいつらの、まあ、一番問題なところはですね、一文字一文字掘るのにものすごい時間がかかるところです。だってここにさ、あのうちの母ちゃん超ムカつくとか掘るにはすごいエネルギーがいる。掘ってる間にうちの母ちゃんはムカつかなくなってしまうんですよ多分。だからあのこういう甲骨式のメディアから出てくることは、大抵がめちゃくちゃ固い文章か、あの大切な記録です。つまり作るのにエネルギーがかかるってことは、我々はそのメディアを使ってコミュニケーションが取りにくいということの裏返しでもあります。だってさ、まあなんか石板と iPad をたまに比べてみると、まあ、メディア研究者はよくこういうことをしますけど、まあ、どっちも、あ、石板はみんなで掘れるからマルチタスク可能で、今度 iPad の明日新しいのが出るんですけど、明日出るとマルチタスクが iPad でも可能になるんですが、あの他はカメラがついてるのタッチスクリーンがついてるぐらいであんまり変わんないわけですよ。だからあれを掘り出してきて、入ってるデータ量はもちろん違うけど、メディア装置としてはそこまで変わらない。で今まで彫刻ばっかり言ってきたんですけど、彫刻っていうのは本質的には持ち運べて、まあ、立体造形もできるけど、かさばるので貯蔵に不便、まあ、作るのが一番面倒くさいんですよね。だけど我々のメディアを使ってあの能力が爆発した瞬間があります。あの何だと思います？何だと思う？みんな
彫刻作ってた人類が爆発した瞬間があって、まあ、一つは土偶です。土偶ってさ、マジ彫刻ではありえない頭のおかしい形をむっちゃしてるんですよ。だって冷静に考えてみてください。めっちゃコストがかかるようなものを使ってこんな頭のおかしい形作らないですよね。だって出てくるの遮光器土偶とかもだいぶ気が狂った形してるし、土偶で出てくるあの縄文式土器も全部そうだけど、なんかコスト感に見合わない不思議な形のものがいっぱい出てきます。これは粘土をこねて焼けばよかったからです。粘土をこねるというのは掘るより非常に簡単な作業で、我々はこれを使ってコミュニケーションを取ったりできるはずです。例えば他人にプレゼントしたりね。でそういうようなことがあの他のメディアだと非常にコストがかかっていた。ただこれってすごくあの面白いところなんですよ。あの彫刻の時は丸くてなんかこんなものしか作れなかったけど、あの粘土になってから一気に変わった。つまりメディアは制約条件を生むけど、制約条件を超えていくと非常にあの我々の思考過程や創造性を解放していくわけです。で図書館が生まれたのはいつかというのには、まあ、定か起源にはいろいろな話がありますが、僕はっていうか、まあ、我々からするとパピルスができてからだろう、まあ、この辺だろうと言われているわけです。でパピルス作ったことある人、あ、一人しかいないんですか。皆さん図書館の方7割ぐらいいましたね。ここパピルスね、作ると面白いですよ。あのなんかこういっぱい敷いて上からぐちゃって潰して作るんだけど、紙すきよりもいかにこいつらがあの高度に洗練された文明を持たないかが分かります。で紙すきっていうのは本質的には元の植物構造を一回溶かして変える行動じゃないですか。だけどあのパピルスっていうのは植物そのまま押して潰しただけなので、あの本質的にはただの植物です。だから割れやすいし、巻物の形しか保存できないし、裏側に絵が描けない。だけどパピルスとかになってくると我々は創造性は上がってくるので、まあ、これパピルスじゃないですけど紙の上に絵を描くっていうのは非常に楽な行為だった。彫るよりはるかに楽だ。だからまあ、 あの一気にコンテンツが爆発してそれを貯蔵することができるようになったし、まあ、図書館っていうようなものが必要になってきた。そんな風に僕は捉えています。で、まあ、紙っていうのは西洋文明と東洋文明で生まれたのがだいぶ違うけど、例えば日本だったら600年代からもうあの国策として紙すきをしているけど、西洋に輸入されて中国から伝わってしっかり使われるようになったのは1100年とかです。つまり西洋文明はそれまでまあパピルスだったり羊皮紙だったりを使いながら頑張って聖書を記録したりしてきたんだけど、その間俺たち日本文明は高度に発達していて、いやだってさ冷静に考えるとやばいじゃん、紫式部が書いたエロ小説がさ今でも残ってるんですよ。だって羊皮紙にエロ小説書かないよ、多分コスト高いから。聖書ぐらいしか書かないんですよ。この創造性の違いはおそらく紙文化の違いだろうと思われるんですけど、で今こう話してきた中で図書館って一体どこに位置する文化なんだって考えると、まあ、紀元前からあるんですよね図書館。で図書館って何回かあの社会に対して対応を迫られてきたわけです。で1回はあのパピルスの時からあの紙文化に変わった時で、その時に多分巻物から普通の書物が入るようになったんだけど、その後活版印刷になった時、あの本が一気に増加した。あともう一個写真技術が入ってきた時とか計算機技術が入ってきた時、映像技術が入ってきた時、このいろんな境目に皆さんきっといましたよね。ただ図書館でどうやってなんだレーザーディスク扱うのとか、古いもレーザーディスクを図書館で扱ってた人1人2人、あでも多分皆さんあのご高齢の方々はきっとあの使ってましたよね、なんかあのでかいやつで。なんかそういうようなメディアが変わることによって図書館ってすごく毎回変遷をしていてこれから先も変遷していくだろうと思うんです。それをどうしたらいいかっていうのが今日のお題で、まあ一つ、まあ、活版印刷はまあ紹介するとまあすごい紹介するまでもないんですけど、まあ一番面白かったのはアルファベットしかない国では活版印刷が流行ったけど、中国で最初1100年に発明された時には中国語でこれを打つには非常に労力がいるので全く流行らなかったっていうのがすごい文化によって違うんだなっていう面白いところだし、まあ写真扱えるようになったのは1870年と考えると、あの今60代の人のおばあちゃんやおじいちゃんが生まれた、いやもうちょっと前か、ひいおじいちゃんおばあちゃんぐらいの世代なんだな。つまり写真って今我々の認識や空間保存能力を一気に変えてしまったけど、せいぜい130年140年の話です。で映像はまあ、いや映画が一番このスライドの中で最も重要なんですけど、映画1894年以降我々はマルチメディアっていうものと向き合ってきたわけです。で今ポストマルチメディアをどうするって考え方が出てきたのはマルチメディアが成熟しきったから、我々はマルチメディアを発明して120年経った後マルチメディア以外に我々ってするべきこと何だったっけってもう一回考えないといけなくなってきた。でそのキーワードになってるのがこの計算機っていうやつで、でなぜコンピューターがキーワードになったかっていうとインターネットのせいです。
一言で言うとインターネットのせいなんですが、インターネットっていうものを意外と皆さん舐めているんじゃないでしょうか。僕はインターネットってが出したメッセージっていうのは、あの紀元前紀元後よりもはるかに重要だと思っていて、アフターインターネットの人類とビフォーインターネットの人類は決定的に違う。それはなぜなら、我々はあの人間という言葉を定義するときに、そもそも例えば人と人の間って定義したら、そこには社会があるとか、我々は社会的な動物だって定義されてたけど、我々は初めて自分たちの外側にある情報的な物理構造を持つことができた。つまり人類は、あの俺は共産主義が敗北したのはマジでインターネットがなかったからだと思ってるんですけど、あのマルクスの最大の失敗は文章ばっか書いててインターネットを発明できなかったからだと思うんですよ。俺に同意できる人いないまあそうなんですけど、でもインターネット以降、我々ってあの情報空間が物理性を超越して、あ図書館という物理特別な装置は必要なくなった。だからデジタル図書館の議論をするときに、あのなんだブラウザがあればいいじゃないかとか、例えばじゃあどうやって情報検索エンジンを作るんだって、古典的には1980年代以降のデジタル計算機をやってる人たちはよく言います。でもこのインターネットの問題、インターネットメディアの問題っていうのは非常に根深い問題で、一言で言い換えるなら、我々に物理空間は必要だろうかということです。でこの結論に関して僕は必要だと思っています。で我々コンピューター研究者はマルチメディアの研究の中でいろいろなことをやってきました。例えば、その成果としては、僕はコンピューターグラフィックスの研究者なので、コンピューターグラフィックス、これ2年前ですけど、つまり我々って我々が考えられることすべては物理空間以外にはほぼ作れるようになってきたわけです。で情報空間でどう表現をするか、どういう見た目を作るか、もしくは無重力空間を再現するか、炎が出るか、もしくはキャラクターを考えるか、そうあらゆるものは時間も止められるし、空間も変えられるし、物理空間以外のあらゆる可塑性に関しては我々はもうプログラム可能になってきたわけです。見た目に関してはね。でここ20年、いやここ10年、コンピューターグラフィックスが何をやってるかって言ったら、リアルタイムにこの問題をどう解くか、もしくは例えば炎とか肌とかまだ難しかった計算を徐々に進めていく。だってさ、2000年代にファイナルファンタジー10をやった人います？もしくは FF ブームの時にファイナルファンタジーのゲームかなんかやった人は、今のゲームのクオリティと当時のプリレンダーな、あらかじめ保存されたムービーのクオリティの差がつかないはずです。それもそのはずです。ここ10年間あらかじめレンダーした画像っていうのはほぼほぼ変わってないわけです。つまり我々コンピューター研究者はどうやってリアルタイムにそれを解けるかっていうことばっかり考えてきて、あの肝心な表現の本質や表現の可能性っていうところはもう頭打ちになってきたっていうのが事実です。でまあその中で一言言い換えるなら、あのアラン・ケイが夢見た映像の装置の時代は完成したわけです。ただこの映像装置っていうのが俺にとっては非常に気持ち悪いものに見えます。なぜならテレビっていうのは人間の写像だからです。つまり我々の目は例えば 60Hz しかものを見れない、もしくは網膜に投影される映像っていうのはあるプレーンの平面の形をしている。だから平面で映像を出して1秒間に60回切り替えれば、それっていうのは我々の目の写像としてメディア装置が存在する。そして音も 21kHz までしか我々は大体聞けない。だからスピーカーとしては 21kHz ぐらいまで出せばいい。音響信号だったら 44.1kHz までサンプリングしとけば音として再現できる。つまり我々がテレビやスマホを持ってる、今のスマホやテレビっていうのは人の生首を形を変えて持ち歩いてるようなもんです。つまり人食い民族がポケットに星首を下げてたような、そんなものを家にオブジェしてるようなもんなんですよ。つまりなぜかといったら、我々の人間というあの受容器に対応したメディアでしかないからです。だからこの先コンピューターがやっていくには、この能力を超えて、例えばあの 40kHz の音波が出せれば何ができるか、例えば あそこから 30kHz の光、もしくは 500W の光が出てきたらどういうことをプログラミングできるのかを本質的に考えていかないといけないんだけど、マルチリアの発想で止まってしまったら、我々はいつまでたっても画面の中の映像を見てるだけになってしまうわけです。それを何とかして変えていかないといけない。あと我々の国っていうのは、まあ、電化製品によってなってきたわけです。多分ね、1970年代から高度経済成長期で。だけどシャオミーって会社知ってますか？シャオミーって中国の会社なんだけど、あらゆる製品をすごい安く出す。
これ、深圳にアクセラレーターって知り合いの会社の資料なんですけど、例えば GoPro ってアクションカメラ頭につけるようなやつ400ドルぐらいする。でもシャオミ製の GoPro は64ドルで買える。しかもレンズはソニー製だからこっちの方がよく映る。でシャオミの CEO は 4K のテレビを出すときにこう出てきて、この液晶パネルシャープ製だし中に入ってるのはサムスン製のロジックボードが入ってて、組み立てはアップルの工場でやってるからうちの製品の方がアップルより絶対いいよみたいなこと言うんですよ。昔だったらこれオリジナリティがないって言ってすげえ怒られたかもしれないけど、だけどこれ事実東南アジアにとってはものすごく脅威に非常にいい製品になっているし、そこにオリジナリティがいるかって言われたらオリジナリティがいらない。電気製品や電化製品やコンピューターを使うメディアにとってはオリジナリティよりもそれの供給性の方が重要な時代になっているわけです。でそうなってくると我々って次何を見ないといけないのかということを考えましょう。まず今のメディアの流れを時代性で分解します。例えば僕は18世紀以前というのは絵画の時代だと思います。例えば全体不便性の中で我々はコミュニケーションを消費して生きてきた。分かりにくいですね、具体例を出しましょう。例えば井戸端会議って何で成立したかって言ったら、だって不便だったからですよね。水道ないんですよ各家庭に。井戸組んでそこでカシャカシャ洗わないといけなくて、全体不便性の中で我々はそこに集まって洗濯をしないといけなかったわけです。でそうなってくると我々は何を楽しみに来てたかって言ったら、隣の人と井戸端で喋ってコミュニケーションを消費することで日々の娯楽として生きてたわけだって。そしたらだからサーカスが来たらすげえ騒ぎになるし、見せ物小屋が来たら大したことなくてもみんな行きたかっちゃうぐらいコンテンツが不足していた。しかし我々は産業革命以降、もしくは現代20世紀以降、デザインという言葉とあとマスプロダクションという言葉を手に入れます。つまり工業製品は機械によって発明されて、それは価格を下げたりとか、我々がエンターテインメントで楽しめるコンテンツを生み出したりとか、デザインの時代になってくるわけです。それは例えばファッションや映画やあと自動車や電化製品やあらゆるところに見られる。例えばファッションの例だったらパリコレってありますよね。でもパリコレって2つの種類のパリコレがあって、今あくびしたあなた、パリコレって何と何があるか知ってますか？じゃあパリコレ2つ種類があるんですけど、なんとかなんとかコレクションとなんとかなんとかコレクション、わかんない。ね、オートクチュールコレクションっていうのとプレタポルテコレクションがあるんですよ。でそれどう違うかっていうと、オートクチュールの方は仕立て服なんですね。で見本を見せるから、じゃあこれをうちの工房では作れるので頼んでください、1着100万ぐらいします。でプレタホボルテの方は今回のコレクションはこれですって見せると、実際ブランド屋さんに行くと買えるんですよ。例えばグッチの服とかが50万ぐらいで買えるんだっていうのをバイヤーが見に来るのがプレタホボルテです。でそういうような差があって、でも後者の方は明らかに変なんですよ。なぜならあらかじめ作って大量生産に近い形で物を作ったのに高いんです。つまりそれはデザインっていうものによって、いや本当は安いはずのものの価格をどう釣り上げるかってことを我々は20世紀にずっとやってきたわけですね。それはあらゆるところにあって、例えば携帯電話だったりとか、例えばパソコンだったりとか、例えば車だったりとか、ブランドと名の付くものの全てにその現象が起こっている。でそうやって生み出されるコンテンツを我々は映画館で消費してきたりしたわけなんですけど、今再びそこに、アイデンティティクライシスが起こりつつあるわけです。それはなぜかというと、テクノロジーがデザインがテクノロジーに吸収される。だってさ、最近ウェブデザイナーって職種聞きました？職種のことを耳にしました？僕2005年ぐらいに比べてだいぶ減ったと思いますよ。それなぜなら CSS とかフレームをウェブで簡単に変えて簡単に導入できる、ワードプレスで導入すればホームページ簡単に作れるようになったから、一個一個特別なデザインなんていらなくなってしまった。で我々そう、デザインがテクノロジーによって吸収されていくような世の中で、一人一人違うものを持とうと思ったら一人一人違うものを持てるほどにコンピューター技術は発達したわけです。そうなってくると我々は今マスに物作るんじゃなくて個人別に物作ってるし、コミュニケーション商品の中で生きているわけです。つまり井戸端会議の時代のように、我々はツイッターにつぶやいたりとか SNS に何かを投稿することによって他人とのコミュニケーションの中で一体どういうことが楽しいのって言って生きている。まあもっと具体例を出せば、 AKB48 の CD を買ったことがある人いない、恥ずかしくて手を挙げないのかな。絶対300万枚ぐらい売ってるからみんな買ってると思うんだけど、まあいいや。AKB48 なんていい例で、松田聖子の時代は一人の伝説を300万人で共有できたけど、僕らって今せいぜい1万人しか一人の話を共有できない。だから1万人受ける人を100人集めれば100万枚 CD が売れる、そういうような仕組みで物を売ろう。もしくは我々って今コンテンツ消費しても満たされないけど、コミュニケーション消費すると嬉しい気分になれるから、じゃあハロウィーンで人集めてみよう、そこで SNS で投稿することでみんなからいいねをもらおう、そういうような消費スタイルに世の中が変わってきているわけです。でその中で
まあ、僕がキーワードだと思うのは、今までは映像の時代だった、色と光を提供すればよかったんだけど、そうじゃなくて一人一人違うものを提供しないといけない、もしくはその社会自体がインタラクティブでなければいけない、映画館の中で走り回ったりとか、映画館の中でスクリーンに向かって何か動かしたら、ここが変わるかって言ったら絶対変わらないわけです。まあ、暗い部屋の中で静かに自分を殺すことが求められているのが映画館という気持ち悪い装置なので、そうじゃなくて我々は今インタラクティブの中に生きていて、でこの世界に今虚構は本質的には存在しなくて、例えばアナウンサーの毛穴がなんか見るなとか思ったらツイッターでつぶやいちゃう人がいるじゃないですか。今日もなんとかな毛穴が黒ずんでて気持ち悪かったみたいなことを書いたら本人が直接傷つくわけです。 もしこれがテレビの時代の人たちだったら、でかい薪のロール紙に死ねって書いてファックスで送るぐらいしかやることがなかったけど、それは番組スタッフが止めてたからそこまでダイレクトリーに届かなかったわけですよね。で我々って今その物証化や直感の中に生きている。でじゃあその時代のことってどうやって考えたらいいのっていうのを思うと、じゃあディスプレイとかテレビとかがこんなに普及する前のことを考えてみようかなと思うわけです。でこれはアイバン・サザーランド、さっき出てきた最初にコンピューターグラフィックスを作った人がヘッドマウントディスプレイを初めて作った時の動画なんですけど、こう立方体が見えるって言って首が重そうな装置を頭にからかけてるんですね。でもこの論文の中ですごい面白いことを言っていて、英語だ、こっちの方がいい、究極のディスプレイが実現すれば、それはきっと物体の存在をコントロールできる部屋になる。究極のディスプレイがあって椅子を表示することができれば、それは座ることができるだろう。手錠を表示すれば誰かの行動を制限することができるし、銃弾が表示されればそれは誰かの命を奪うこともできるだろうって書いてあるんです。1965年、つまり1965年時代のコンピューターのイメージっていうのは、四角いディスプレイにウェブブラウザを表示するものじゃなくてもっと自由なんですよ。我々ってこれを使ってどうやったらこの空間や世界そのものをコントロールすることができるのかっていうのが本質的なものだ。 それはやがて不思議の国のアリスが歩いたような魔法の世界を実現する部屋になりうるって書いてあるんですけど、これ面白い。でなぜ面白いかって言ったら、我々って今物理空間そのものが情報のサブセットになっているんです。昔は物理空間っていうのは違うもので、情報空間っていうのは自由で、だから図書館がやってることは情報を提供することだったんだけど、今情報の方が物理空間よりもはるかに多い、強くなっている。だから我々はどうやって光と音を超えて情報や情報を物質を提供しているか、もしくは体験を提供しているか、もしくは光と音でないものをどうやって提供するかっていうことが重要です。ってことは、我々は今二次元的な技術じゃなくて三次元的な技術が必要だということです。つまりピクセルで絵を表示するんじゃなくて、どうやったらこの空間に何を出していけるか。で、その問題提起から、じゃあ僕の研究でも紹介していきましょうか。で、僕は基本的には物理とコンピューターを混ぜてやってる人です。例えば物をこう空中に持ち上げるっていうのはパフォーマンスのうちの一つとしては一番象徴的なんですけど、今までって我々は物や形を使ってでしか物体の存在をコントロールできなかったんだけど、例えばホログラム、音波を使ったホログラムを使えば物をどう動かすかとか、非接触でどうやって3次元的にそれを移動させるかっていうのが計算可能になるわけです。で、1960年代の物理学っていうのはどうやって対象の性質を記述するかっていうのが本質的に重要だったんだけど、そうじゃなくて我々は今コンピューターを使ってどうやってこの空間を動かしうるか、もしくはどうやってこの空間自体を知的に再構成しうるかっていうことの方が極めて重要だと、まあ、僕は考えているわけです。で、そのために例えば電化製品やアクチュエーターや超音波装置みたいなのが必要だったら、まあ、これは俺は買ってくればいい、もしくはアセンブリすればいいと思うんです。だってシャオミの話もそうだけど、これ自分で作ってこれ売るかって言ったら、まあ、誰も売ってなかったらこれ売った方がいいんだけど、あるものは手に入れてどう使うかっていう方が今21世紀的です。なぜならプログラミングの時代だから。あれをどう使うかを思いついた人はいないけど、あれを作れるベンダーはそこら中にあるはずです。で、そういうようなものを使ってどうやって現象の発見とデザインに終始できるかっていうのが、まあ、今のコンピューターの研究の本質になってるんじゃないか。まあ、それはそうですね。つまり60年代はどうやって数式を1本書くかがすごい重要だったんだけど、それにコンピューターシミュレーションぶち込んでどうやって思った通りにそれを動かすかっていうのがキーワードだと思っています。で、そうなってくると我々っていうのはデジタルアナログ問わず身の回りのものが、あらゆるものが動き出す。例えば付箋が動いてここをめくってくれって言ってくれたりとか、例えばまあソロバンは使わないけど、これはいいメタファーで、ソロバン入れたらそうじゃなくてこっちだって言って勝手に動いてくるようなソロバンで、ここ50年間我々はソロバンを作ってたんですよ。動くソロバンをどう発明するかが重要だったんだけど、我々は今ソロバンが動く部屋をどう作れるかの方が重要なわけです。今出てきた例えば物が動いたりとか付箋がめくれたりとかソロバンが動いたりは全部超音波を使ってやってるんだけど、その超音波装置が1個あればその全部が可能なわけじゃないですか。
でそういうような空間をどうやって創生しうるかの方が、まあ、はるかに重要だし、で何か情報を調べて、例えば抵抗のカラーコードを調べてピックするんじゃなくて、抵抗自体がやってきてくれれば、我々は一回調べてから何かを取りに行くっていう行動をしなくていい。そこの間をどう省けるかっていうのをコンピューターを使って計算しようっていうのが、うちのデジタルネイチャー研究室がやってる研究です。でそういうのをやってます。つまり我々っていうのは今まで仮想現実や、もしくはインターネットのブラウザの向こうや拡張現実っていうような、現実とは違う世界をどうやってコンピューターによってつけられるか、それはなぜそんなことをやってたかって言ったら、現実空間はあまりにコンピューターの中に比べて操作しにくかったからです。しかし我々は今 IoT の時代に突入して、現実イコール物理空間が、もしくは操れなかったものがどんどん操れる時代になっている。じゃあそれをどうやって操っていこう、もしくは情報に持ってた付加価値をどうやってこの世界に体現させていこうっていうのが極めて重要なキーテーマだと思います。でその中で僕が専門的にやってるのは、3次元的に光や音をどうコントロールするかという技術です。つまり本質的にマルチメディアは今まで2次元だった。だって例えばここのプロジェクターだって、俺が手をかざしたらあそこに影になるわけじゃないですか。それはなぜかって言ったら、あそこの影遊びがここに投影されてるからです。だけどホログラムのことを本質的に考えれば、ってかホログラムとかやったことないよね。60年代大学生だったらやってるかもしれないんだけど、ホログラムっていう分野がありまして、どうやって位相と強度を記録できるかっていうような話なんですけど、でそれを使ってやると、まあ、フリー変換を保守的にはするんだけど、そうすると例えばプラズマで絵を描くのも空中で物を操るのも一見違う現象に見えるが、数式的には全く一緒です。なぜかって言ったら、違う波長の波をどこに集めるかっていう問題にしか過ぎなくて、光だったら例えば800ナノメートル、音波だったら例えば8ミリ、その間には100万倍ぐらい違うか、何倍だ、100万倍違うか、100万倍ぐらいの差があるけど、100万倍の差をコンピューターは全く気にならない。だってラムダイコールの後に数字何入れるかなんて、プログラムで言ったら3回デリートをして書き換えるだけの話ですよね。でそういうような数式的なモデルを立てて、どうやって使うかって言ったら、あっちの方は買ってきてもいいぐらいな話なんですよ、コンピューターからすれば。でもっとホログラム簡単に説明するとですね、普通にプロジェクターだったら、これ動かないかな、動くかないな、動くかな、あ動いた。普通にプロジェクターだったら、例えば焦点にこう絵が出るじゃないですか、まあ、これは当たり前ですよね、これと一緒です。ただもしここに2枚こうプレーンがあって、後ろからこの光をぶっ込んでやったら、まあ、普通にプロジェクターだったらあそことあそこに同じ絵が出そうなもんじゃないですか、でしょ。だけど例えば2枚の絵を手前と後ろにどうやって空間的にここに揃うようにとこっちに揃うようにっていうのを計算して混ぜてやったら、向こう側にはティンカーベルが映ってるけど、手前側にはこのシーグラフのロゴが映ってるぐらいな、フリー変換の計算っていうのは簡単にできるわけです。そうなってくると、我々は今2次元を見るしかなかったんだけど、3次元にどうやって光を集めるかとか、どうやって光を投影するかみたいなことが考えられれば、俺たちはこの四角い板を見るんじゃなくて、この3次元空間、肉体が使える3次元空間そのものにどう光をマッピングしていくのかっていうのが比較的簡単に計算できるようになるわけです。でそうなってくると、我々は2次元でコミュニケーションしてたんじゃなくて、この3次元でコミュニケーションできるようになるんじゃないか、そのための基礎技術としてホログラムの研究をずっとしてるんですね。でそうすると、まあ、例えばこうプラズマを書いて新しいユーザーインターフェースを作るっていうのもまあ面白いけど、でも空中に物を並べて動かしたりとかするのも全く同じ計算でできる。でそうなってくると、映像って今まではインタンジブルな触れない世界のものだったけど、映像がデータとして直接触れるようになる。そうなってくると、映像なんだか物質なんだか区別がつかない空間っていうのがやがてできるようになってくるから、物質空間の価値っていうものがだんだん変わってくるわけですよね。で我々が今まで提供してたのは、四角い板に黒いインクで印されたものや、もしくは四角い液晶パネルに何かが表示されるものを提供してたんだけど、その空間自体に体験としてなんかをこう表示したりとか触れたりするようなものができれば、それっていうのは逃れられない現実じゃなくて、そこに新しい現実をさらにもう一個作れるぐらいのインパクトがあるわけです。で、まあ、今はまだ多分30年ぐらいしないとそういうのを本気では使えないと思ってるんですけど、これは宇都宮大学の、レーザーを借りてて、あそこの大学院生の熊谷君ということを一緒にやってるんだけど、例えば300ミリワットぐらいのすごい弱いレーザーでも空中にプラズマ作れるんですよ。でこの、まあ、やたらめかむかしい 3,4 メートルある光学回路をこう使って、どうやったら映像と物質の垣根を越えていけるかっていうのを、まあ、最近では割と毎日やってる、毎日っていうか毎週やってる。で一体何の意味があるんだって言われるかもしれないですけど、これが3000万4000万、まあ、もしくは1億5000万ぐらいするんですけど、レーザー光源って。だけどアラン・ケインの時代って4000万のパソコンが
やがて子供のおもちゃになるって言っておもちゃになったんだから、問題はやる気と根性とあと向いてる方向だと思うんですよ。でそうすればやがて我々が僕が60歳ぐらいになった時には家に20万円ぐらいの価格でフェムトビオレーザーあるかもしれないじゃないですか。そして3次元的に映像が描けるようになるならそれはかなり面白い。だってこれ結構いいんですよ。だって あそこの植物枯れてないじゃん。本当にレーザーでプラズマ作ってるとか言ったら本当危なそうだけど、そこそこいい結果出してると思うんですよね。あんなスレスレ撮っても蒸発とかしないし。だって稲妻考えてみてくださいよ。稲妻があるのとほぼ一緒ですよ、プラズマがあるってことは。だけど触ってコントロールできるプラズマがあったら、それって物質でもピクセルでも映像でもないなんか違う関係性を見出せそうな気がするじゃないですか。でそうなってくるとやがて物質とイメージの境界っていうのがあやふやになってきて、これってここはフィジカルな種でもこれバーチャルに見えるけど触れるなんか違う種みたいなのがこうあったりとか、ものとして映像みたいなものが存在してくると、それっていうのは我々が今まで持ってた物質や映像に対する価値観っていうのをやがて変えていくんじゃないか。つまりマルチメディアは光と音だけだと思っていたけど、光と音からさらに光と音のサブセットを提供する。つまりものすごい強い光を使って、じゃあここに3次元的に光が存在してさらに音も存在したら、それっていうのはテレビが我々の生首だったのと違って目から光線出す生首に変わるようなもんですよね。そうなってきたら我々と物質の関係っていうのはだいぶ変わっていくんじゃないかと思うわけです。でそういうような研究って、どこを目指しているのかって言ったら、僕は今3次元的に存在するプリンターやロボットっていうジャンル、もしくはマテリアルベースとインプリメンテーション、つまり物質を使って物やハードウェアを作るっていうところと、あともう一つアニメーション、ピクセルベースと、つまり画面の向こう側にあるようなピクセルの話では、どちらでもない物質でも映像でもないものってどうやって作ったらいいの、それが我々にとってどう寄り添っていけるような空間が作れるのっていうことに非常に興味があります。でそうなってくると、ここは一体どこに置かれるべきかっていったら、まずきっと高価で、で各家庭には入らなくて、じゃあそれがどこに置かれたらいいかっていったら、それは本がなくなったのとの図書館ですよね。どうやって情報とやり取りするかっていったら、情報とやり取りするような場所を我々が社会インフラとして持ってるって場所は図書館以外にないわけです。で科学未来館はただの博物館です。科学技術館もただの博物館です。我々は情報インフラがある物理的な空間としては図書館以外に持ってないわけです。そこをどうやって使っていくかっていったら、そういうような我々が物理的なデータとして体感できるようなものをどうやって出していくか、光と音だけじゃなくてどうやって物理データを、もしくは物理となったデータを扱えるかっていうのが極めて重要。バックグラウンドにはコンピューターシミュレーションが当然存在しないといけないかもしれないが、我々が触れるところには今ある2次元や3次元の石板のようなコンピューターではなくて、それはもっと我々の物理世界自体をどうやって動かしていくか、例えばレーザーファブリケーションや 3D プリンターみたいなものが置いてあったっていい、それがどうやって踊り出すか、もしくはそれを使ってどういう物理的にありえないようなコンテンツを作れるかっていうのをどうやって考えたらいいのか、もしくはそういう場をどうやって提供したらいいのかっていうことにもっと頭を使っていきたいなと思って、私は図書館情報メディア研究科にいるんですけど、っていうようなことをしています。で、一言でまとめればですよ、この世界をどうやって物語の中に変えることができるか、映像から魔法にどうやって変わっていくことができるかっていうのが、一つ僕のリサーチの大きなパラダイムであります。で、世の中っていうのはお前らリサーチャーのばっかりのもんじゃねえんだよとか言われるかもしれないんですけど、世の中リサーチ、プロトタイプ、マーケットっていうこの3つの基軸で俺は考えていて、で俺はリサーチャーだけど、基本的にはピクシーダストって会社はマーケットの会社だし、バーチャルリアリティコンソーシアムっていうのはプロトタイプとリサーチとマーケットの間をやってるようなところなので、例えばどういう会社の活動をやってるかもちょっと紹介しましょうかね。で僕らが今出そうとしてるのは超音波スピーカーです。さっき超音波スピーカーを買ってくればいい、どこかでアセンブリすればいいと言ってたんですけど、まさしくその通りで、我々はこんな特許を結構いっぱい持っています、超音波スピーカーに関する。でそれを使ってじゃあ OEM でどこで発注して作るかっていうのは本質的には関係のない問題です。だからこれを我々が作ることによって市場に今超音波スピーカーがないので、それを提供しようっていうことをしています。でそうすると、例えば空中に触覚を作ったりとか、あとは、これ星先生が京都大学でやってるんですけど、植物工場で物を見えない力で受粉させたりとか、あとは盲導犬を指導したりとかですね、最終的には、宇宙に行きたいんですけど、宇宙で人の動きをコントロールしたりとか、割と生活の中でこのポテンシャルバーが必要なことはめちゃくちゃ多いので、例えば人によって違う音を届けたりね、
でそういうようなのをするのにどうやってやったらいいんだろうっていうことを特許を持ちながらこうやっていく、ものはものも作って提供する、そういうのがあるとリサーチだけじゃなくてマーケットに提供できるかなってことをしてます。まあまあ何をやってもいいんだけど、俺が学生によく話すときはですね、僕らの時代の責務っていうのはピクセルの話じゃなくて、中国の空間、中国の故事で、うは空間、中は時間っていう意味なんだが、僕らの時代の責務は技術であれ表現であれ、この世界の時間と空間をコントロールするということだっていうのがキーワードだと思います。例えばこれコンピューターグラフィックスの学会の論文なんだけど、これが出た時俺結構びっくりしたのね。これ20kHz のカメラであの葉っぱを撮るんですよ。そうすると音ない映像から揺れ方によって音が再生できるの。つまり空気って振動だから葉っぱをわずかに揺らすんだけど、揺らした葉っぱをフーリエ変換すると音波が出てくるって、これすげえ面白いな。つまり我々はカメラは 60Hz で撮ってたけど、20kHz ぐらいまで人間の視覚周波数をはるかに超えたところでそれを撮ってやったら、物理世界っていうのは相互に果敢だから、例えば音は光を揺らしてるかもしれないし、光は音を揺らすかもしれないから、それを記録できるっていう、これは結構面白い研究だなと思ったわけです。つまりこの人の逆をやってるのが俺の研究なんだけど、音でどう物を動かすか、もしくは音でどう拾うかやってるんだけど、この人は光の変化を使って音を捕まえようと思ってて、すごい面白い。And this is what we were able to recover from high-speed video, filmed from outside, behind soundproof glass. Every time you look down, you see what might have meant.まあなんとか聞こえますよね、我々耳優秀だからね。でもこういうようなこの物理世界をどうやって取得するかっていうのは面白い分野。例えば他にも何だろうな、映像装置が発明される前ってゾートロープみたいなのが結構あって、まあ、これたまたま1977年に作られたレプリカだけど、あのスリットからあそこ回ってんの見たらカモメが 3D アニメーションしてるのが分かるっていう、まあ、ちっちゃい頃遊んだことありますよね、パラパラ漫画だったりとか。でああいうのって 3D プリンターが出てきたからまた違う要点を見せてて、でこれアーティストが作った、 3D ムービーのアーティストが作った作品なんだけど、要は今まで彫刻っていうのは手の器用な人しか作れなかったわけです。ただ 3D ムービーのアーティストも問題を抱えていて、ムービーを作って画面の中で売ろうと思ってもシリアルナンバーを CD ロムに貼って売るしかなくて、実際にフィジカルにその権利を他人に渡すことがなかなか厳しかった。ただこれ 3D プリンターを使って 3D ムービーを回転ゾートロープの形でレンダリングする 物体的に作ったら、これって売買可能な作品になるわけじゃないですか。つまり CD ロムだったら1枚100万ぐらいしか買ってくれなかったかもしれないけど、これを1個ドーンと作ればこれ5000万ぐらいでアートマーケットで取引されてもおかしくない。そうすることによって映像が物質を手に入れたわけですよね。映像っていうのが所詮はデータだったんだけど、データじゃなくて、物として作られた、まあ、コンテンツがいいかどうか分かりませんよ。赤ん坊を窓から投げつけたりとか、女の人を鞭で叩いたりするようなものなんですけど、ただこの持ってる暴力的な インパクトはかなり大きくて、だって映像をメディアに入れてやり取りしてたのを映像を物質に変えてしまったらメディアいらないだろう、これ自体がメディアアートだろうっていうのはかなり攻撃的な、しかもラディカルに世界を進展させる可能性があると思いました。で他にも例えばメディアアートの世の中ってもう世界中に散らばっちゃっていて、ディズニーリサーチのこれ知り合いがやってるやつなんですけど、これコマをどうやってプログラミングするかって研究で、普通自由な形でコマ作ったらそれってこけるじゃないですか、カチャンって。まあ当たり前ですよね、重心位置が定まってないから。でも逆に世の中のあらゆるものが 3D プリンターで刷られるような世界だから、あれも 3D プリンターで刷ってやったらちゃんと綺麗に回るコマって作れるよねっていう。でこのチームは去年その前の年にどういうフィギュアでも立てますっていう論文を作ってて、つまりフィギュアの中の重心を 3D プリンターで計算することでこけないやつを作ったんだけど、それよりももっとロバストに重心位置を制御できるようになったから、回転してもこけないぐらいの精度で作れるようになるわけです。だってこの卵とか物理的に考えて絶対回らないんですよね、これは見た目的に。で普通にやったら 100% 回らないんだけど、これ重心制御してやるとやっぱり綺麗に回るんだよ。でそれって我々が今世の中で触れてるものっていうのは、まあ、大抵が工業製品で一回削り出して作ってきて出たものだけど、それがプリンティングによって制御されるようになったら、我々って自然にデジタルの中で生きるようになっていくはずなんですよ。デジタルだかアナログだか区別つかないけど、オールアナログなものが一回デジタルを経由して不思議な状態になって出てくる。そうなった時に我々はデジタルの存在を認識するかって言ったら多分ほぼしないんです。なんか不便なものがあるな、そしてこっちは便利なものだな、この差は何なんだろうって言ったら、恩恵としてはデジタルがあるんだけど、それは物理空間の中でそれがほぼ溶けていくはずなんですよね。で芸術行為っていうのもメディアアートによってだいぶ溶けていってて、例えば
これは ALS の、 グラフィティアーティストの患者がいて、その人が目だけで絵を描けるようにして街中にこうプロジェクションして絵描いていこうっていうプロジェクトなんだけど、一時期前例えばこういう運動をしてたら、これっていうのは多分社会運動とか社会慈善活動だったんですよ。ただコンピューターが普及して、でそれで芸術活動を行うような人がいたら、それっていうのはほぼ問題解決につながる。社会にある問題をどうコンピューターで解くことでインパクトを出せるかっていうアートの文脈がまた変わりつつあるわけです。それでこうやって社会運動をしたりとか、同じ人が例えばこの子は、両腕がない、ルワンダの人なんですけど、この地方には地雷で腕をなくす子がすごい、足もしか腕をなくす人が多いので、その子たちに 3D プリンターで義手を作っていうような、広告表現だったりとか技術、メディアアート活動をしているわけです。これっていうのはコンピューターかピクセルの時代にはほぼほぼなかったことだけど、これが物性や物証や今この現実にある問題について実際に向き合っていったときに、それっていうのは芸術活動の枠組みも変えていく。つまり芸術活動って今までずっとカンバスの上に乗った色を我々は目で、油で作った色を絵で見てたわけだけど、そうじゃないように、もしくは3次元の我々の社会に芸術が絡んでいったら、それっていうのは問題を解決したりとか、かつどうやって社会インパクトを与えるかっていうことの方が重要なことになっていくわけです。でそうなってきたら、我々はコンピューターを使って芸術や技術やもしくは表現をするっていうことが、必ずしもピクセルで絵を描く、ムービーを作るっていうことをはるかに超えていくっていうのが多分わかると思います。だってピクセルを使ったメディアアートなんてもうだいぶ昔に完成されていて、例えばこれ坂本龍一と岩井俊雄の、ミュージックプレイズイメージーズイメージプレイズミュージックっていう1998年の作品だけど、半透明の空中スクリーンに向かってプロジェクターでこう坂本龍一の演奏が登ってくみたいなのは、まあ、もう20年前の表現なわけです。つまり今それが例えば Perfume のライブだったりとか、例えばもっといろいろ海外のアーティストのライブだったりとかで使われるけど、それはもうコモディティ化した技術として落ちてるわけで、その上にどう表現するかの方が重要なわけです。つまりここにあるメディア性っていうのはもう新しいものではない。だからどうやって違うことを考えないといけないのかっていうのは、色とピクセルの時代を超えていかないといけないということの裏返しでもあります。で例えばこの子は、この子は知り合いじゃないんだけど、この作ってるスプツニコってメディアアーティストは、友達なんですけど、この人とかがやってることは、今までは女性の社会位置とかフェミニズム社会運動っていうのはアクティビストの仕事だったんだけど、彼女はなんかフェミニズムを切り口に現代芸術活動をまあやってるような人で、もし女性がどうなったらっていうのが結構テーマであって、でこれはアポロで行った月面には男の人の足跡しかついてないから、月面にハイヒールの足跡をつけようっていうメディアアートのプロジェクトで、で彼女の作品自体は実動する作品ってそんなに展示しないんだけど、これはこう月面にもしこの車を送って、それが足跡つけてったらどうなるっていうのをデザインして作った動画なんですけど、落ちた、ちょっと待ってね、っていう動画なんですけど、動画なんですけど、で、俺スプツニコのこういう作品めっちゃ頭いいなと思うことが1点だけあって、彼女って動くもの展示しないんですよ。つまりこれでこのストーリーで語られる月面のローバー のイメージモデル、形のあるイメージモデルを置いて後ろでこの動画をずっとかけてる。でこれって今メディアアートが抱えてる問題点をダイレクトについてて、なぜかというとメディアアートって壊れるんですよ。 100% 貯蔵が不可能なの。だってずっとくるくる回ってたらやがてボロッて落ちたりとかさ、絵画ってガラスケースに置いて保存しとけばよかったんだけど、メディアアートって動くからさ、ガラスケースに入れて保存できないんで、ビデオアートはビデオが壊れたら違うビデオ買ってくればいいじゃないですか、中身だけダビングして。だけどメディアアートって本当装置いっぱいきりだから絶対壊れるんだよね。でそれを逆手にとって裏に映像だけ流して動かない、いや彫刻作品として装置を置いとくっていうのはすごい頭のいいことなんだけど、でも俺たちメディアアートも貯蔵したいじゃん。だって例えばこの無限に歩く床って表現される体験ってさ、ここにしか多分ないもので、これをどうやって我々保存していくかって言ったら、まあ、多分ね美術館には無理だから、美術館と図書館の人が合体してやるぐらいしかないんですよね。要はコンピューターサイエンスが分かってて収束してるような学芸員みたいな人ってあんまりいないから、そういうような逆に情報と物理空間を混ぜたような
あの美術館みたいなのをどう作っていくかっていうのは、これから先我々が博物館学、美術館学、図書館情報学を統合して考えていかないといけないことのもう一つ、でかいテーマでもあるわけです。つまり我々の今まで表現っていうのは、まあ、どうやったら頭の中を色で出すかっていうことばっかりやってたんだけど、まあ、色と光の時代って LCD スクリーンになっても変わらなくて、つまり1900年代からずっと、あ、じゃあもっとだ、紀元前から色をずっと作ってたんだけど、ディスプレイになった時に最初に我々が起こったのがマルチメディアだった。ただ我々って今もあの物理世界そのものをどうやって物を作れるか、もしくはお客さんにどうやって例えば遠くのキリンの図鑑を提供するんじゃなくて遠くのキリンをそのまま提供するにはどうしたらいいかを本質的に考えないといけない時代になってるし、もっといけばあの形すらない空間にある場しかないけど、まあ、触ったら何か違うものになるようなものっていうのもできてくるかもしれないし、我々の今この世界にいるあらゆるところは物理的に極めて自由になってるわけです、まあ、質感だったり見た目だったりもあのコンピューターグラフィックスの方程式になぞられて計算可能になっているし、あらゆるところはほぼプログラムが可能になっている。それをどうやってやっていくのかっていったら、あのそういうような音響学やもしくはそういうような物理学やそういうようなホログラムチックなコンピューターシミュレーションっていうのは、まあ、僕は研究しているし世界中に研究している人がいる。だからどんどんここの物理化の流れっていうのは進んでいくはずです。例えば、まあ、触り心地っていうのをどうやってユーザーに提供するのか、もしくは遠くのあのもし過去にあったものをどうやって触る形で提供するのか、博物館では不可能です、現物には触れないから。でも現物に触れないんじゃなくてそのものをどう印刷して他人に渡すか、もしくはそれをどうディスプレイして情報の範疇から提供するかっていうのがすごい重要なことなんじゃないかな。つまり我々は今まで形や色っていうものばっかり追ってきたけど、ナノスケールで物作ってもいいし反射スケールで物作ってもいいし、質感や形や性質や光のいろんなスケールや時間変化っていうのをコントロールすることができるようになってきた時代なので、単純に文字っていう形や単純に音っていう形やもしくは映像っていう形を超えてどうやって情報で記述されるうる形や物証を提供できるかっていうのが情報のサブセットになっているわけです。やっぱり我々は情報って言ったら、まあ、文字で表現できるんだろう、数式で表現できるんだろう、もしくは紙に印刷できるんだろう、いやできないとしたらあのディスクの中には入れられるんだろうと思ってたけど、そう入らないものっていうのをどうやって提供するか、形や物証をどう提供するかっていうのが、まあ、これからのキーワードになっていくと信じているし、僕らコンピューターグラフィックス研究者は36万点のスタンフォードバニーの計算は極めて昔は難しかったんだけど、今は iPhone でも計算できる、 iPhone でもスタンフォードドラゴンでも計算できる。しかしまだきっと180ミリオンの小錠倍の塩基対は計算できないし、 2.6 ビリオンのマウスの塩基対もまだ我々は自在にコントロールすることは不可能です。ただあと40年30年20年してきたらこれは絶対コントロールできるはずで、今俺が次にやりたいのはどうやったらそういうようなものを使って面白い遊びができるかを本気で考えているわけです。でそうなってきたら我々っていうのはあのもっと自由なはずです。例えばこれはフランスで僕の作品を展示した時にジェスチャーするとあの空中に浮かんでるやつが操作できるよってフランス人の男の子が来て、今あのあなんだアテンダントに教えてもらってるところなんですけど、こうやると空中で操作できるんです。で彼らぐらいの年の時僕何してたかって言ってコンピュータグラフィックスをしてました。コンピュータグラフィックスっていうのは砂場に比べてはるかに自由です。重力もないし、でそうやって Windows95 で、僕8歳の時95年だったんですけど Windows95 で遊んでたように、今彼はこの物理空間そのものが本質的に自由なものだと思って教育されて育ってくるはずです。でそうなってきたら我々は色形じゃなくてもっとダイレクトに世界中のあらゆる問題について取り組むことができるはずです。それは例えば国連の統計をとってもダボスの経済フォーラムの統計をとっても、今の若い世代っていうのは社会問題をどう解決するか、もしくは IT 技術を使って今あるボトルネックをどうやって解消していくかってことに対して非常に我々以上に関心が高いんです。でそういうような人たちをどうやって教育したらいいのかっていうのことに非常に興味があったから俺は大学の教員になりました。でその子たちが成熟するまでは教員でいてもいいかなと思っています。で僕のスライドにはよく魔法って言葉が出てくるけど、科学技術によって世界って脱魔術化したってマックス・ウェーバーが言ってて、まあ、あの我々の社会のテーマっていうのは魔術から科学へ、つまり昔はおまじないだった。例えば火はなぜあの火で炙るとなぜ瓶詰めは腐らなくなるんだろう、遠征に持っていくときにこれを腐らなくするには火で炙ればいいと思ってナポレオンの遠征の時は瓶詰めを火で炙ってたわけですけど、その後出てきたパツツールが細菌の存在を発見したから、細菌っていうのがいるから腐るんだよ、ああなんだおまじないの火は意味なかったんだ、本質的には熱をかければよかったんだって我々は思ったわけです。しかし今世界は再魔術化していると思います。これはアメリカ消費文化論の中でモリス・ブワーマンっていう人がザ・リンチャ・リー・エンチャントメント・オブ・ザ・ワールドって本の中で言ってるんですけど、我々って理由がわからないから結果が使えるものばかりなんですよ。例えばなんでクレジットカードが落ちるかわからない、そして僕はなぜ給料がもらえるかわからない、そしてさらに、なんだ
だ、マクドナルドのハンバーガーがなぜ美味しくて安くてこんなに価格が安くてうまいのかわからない、そういうような工業社会の虚無感みたいなものが成立してしまう、自分がどこに寄与しているのかわからない、でそういうような中で理由がわからないが結果が使えるっていうのはほぼほぼ魔術みたいなもんなんじゃないかと70年代言われてましたが、我々はもっとやばい時代に生きているわけです。なぜならコンピューターの入力と出力の関係性なんてもっともっと分かんないじゃないですか。誰がプログラムかしたか分かんないマイコンに電圧を高く当てたら向こうの電球が光るかもしれない、しかももしくは消えるかもしれない、そんなのはプログラマーの自由ですよね。つまり我々はこの虚構の関連性の中で生きているから、一体何をして何が起こるか、もしくはインターネットって何なのか、そもそもスマホが何で売ってるのか、次我々は次の瞬間に何したらいいのか全くわからないような時代に生きている。そうなってきたら理解の過程やもしくは論文のあり方や何かを貯蔵するみたいなことが変わってくるはずなんです。だってさ、デカルトいるじゃん。デカルト知ってる？知ってるよね。デカルトの時代はさ、例えばどうやったら演繹的にこの世界を記述できるかっていうのがすごい重要だったわけでしょ。一つの公理系があって、それを展開していくことによってあらゆる定理を証明していったら一つのでかい真理からやがて何かにたどり着くんじゃないか。でベーコンにしたらさ、あらゆるこの辺の事象をコレクションしていって百科事典みたいに集めていったら、それってこの世界を理解してやがてそれが哲学になるんじゃないかと思ってたわけですよね。でその間に出てきたのニュートンとかで、ニュートンにしたら数式で記述されるウール、数式で記述したここの加速度の変化って実際に物を転がしてみたら同じだったよみたいな話になるわけです。つまり今まで真理からスタートして被覆しようとしてた人と物を拾い集めて高みを目指そうと思ってた人の関係性っていうのが数学によって記述されたっていうのは、まあ16世紀17世紀ぐらいのことです。でもそれって俺たち今完全に当たり前だと思っていて、科学技術論文は対象の事象を分かればいい、例えばどうやって数式でモデル化するか、もしくはどうやって実験によって何かを明らかにするかが重要だと思われているが、今って例えばさ、多次元の機械学習結果を人間が理解する必要って本当にありますか？僕はないと思うんですよ。例えばサポートベクターマシンは分かりやすいかじゃなくて、例えばディープラーニングした結果をさ使って、理由が分かんないけどここに人が立ったらがんの患者の人が見つかりますって、理由は分かりませんでも使えますっていうシステムがあった時に、それでどうやって論文で書くのって言われたら論文で書きにくいよね多分。だって数式分かんないんだよ。1000次元のベクトルぐらいあるけどそれ文字で起こして書くのって言ったら書かないよね多分。でそうなってきた時に、人間が理解できない書物、人間が理解できないデータっていうのがはるかにコンピューターによって生成されていくはずなんですよ、これから20年間。だってさ、今日さ、テンソルフローってリリースされたじゃないですか、 Google から。これオープンソースの機械学習、環境で、もしくは AI 環境で、ユーザー GitHub で誰でも使える。でこういうのが出てきたら、これによってできるようになった工学っていうのは数式で記述されるのか、それはもちろん生データで記述されるべきか、もしくは GitHub さえあれば我々は論文を書く必要がないんじゃないか、アカデミックってそういうような形、アカデミック自体ももしくは図書館の貯蔵の形自体も変えていかないといけないんじゃないかっていうところに、今我々は岐路に立ってると思います、情報科学としてはね。でまあ、そうなってきたときに、そろそろ話をまとめないと時間があれなんだけど、俺はですね、メディアアーティストなので世の中に猛烈な感情があって、その猛烈な感情をどう処理するかということで生きています。私が嫌いなのは桜のピンク色が嫌いです。なぜならなんだかピンクの色って女の子みたいで嫌じゃないですか。俺は赤か青が好きなんですよ。でだからプロジェクションマッピングを昔してたんですけど、で俺が考える理想の桜はこの色です。はい、春になったらこれが咲いてほしいんです僕は。なんだけどピンク色の桜があるとヘキヘキします。だけど多分10年20年以内にやがては、今は DNA の DNA オルガンとか DNA 神経サーが極めて安く買えるようになってきている時代だから、やがては俺の理想とする桜も俺が作れるようになったら、それって最も面白いと思うんですよね。でそんな風にあらゆるものがプログラム可能になってきたら、俺たち図書館で何するのって言ったら、もう単純で光と音を超えてどう情報を提供するか。その情報っていうのは今までは映像に閉じた情報、もしくは視覚もしくは聴覚に閉じた情報だったけど、それが物質になる。そこで提供されるのは本を読む、情報を収集するってことじゃなくて、どうやって体験をそこで提供しうるかっていうことの方が、極めて重要で、そのような環境、もしくはコンピューターをベースとしたそういう環境に我々はどう適応して、コンピューターは本質的にはマルチメディアのものじゃなくて、マルチメディアを超えたより物証的なところに入っていくはずだから、それを使ってより魔法みたいな世界を実現していったらいいなと思ってるわけです。じゃあありがとうございました。はい、質疑応答にします。質問がある人、はい、どうぞ。
マイクをこれを回しちゃって俺これで喋る。いやー、68分ノンストップで喋ると喉乾きますね。図書館情報メディア研究家の宇田と申します。あ、同僚の落合です。こんにちは。あ、どうもこんにちは。もう少しですね、やはり落合さんには図書館をどう書き換えるかっていうのの話をしてほしいので、はい、ちょっとその質問を兼ねてネタを提供したいんですけど、電子図書館っていうのがありますよね、はい、であれが出た時図書館業界騒いだんですよ、はい、でその後まあ沈静化しちゃったんですけども、でその図書館、あ、その前もう一つで情報先生という我々の同僚いますよね、はい、で話をした時に情報検索にかける時間って我々の人生にとって無駄だよねっていう話をしてるんですね。はい、思います。だからあれをどうにかしたいと。でそもそももともとの図書館っていうのはその情報をアクセスするのを短縮するために目録やら分類やらを作ってきたわけなんですよね、うん、だけどそれはそういうメディアがそういう時代だったからそういう方法だった。ところが電子図書館登場によってそれはほとんど意味がなくなった、うん、検索で一発で行くなと、はい、だからただその検索も最近はディスカバリーサービスのあるものがね、うん、出てきたんですけども、あれも明らかにその目録検索の情報量を超えていっていると私は思っていて、うん、今のそのコンピューターディスプレイと情報検索の操作っていうのはもはや、あれは耐えられないと私は思ってるんですよ。なるほど。で一方で図書館っていうのは館の方の物理的な図書館は確かに、うん、情報量としては、電子空間には負けるんだけど、ただ、うん、この人間の認知同時に認知するっていうのは、うん、小さなディスプレイをパッと見るそのまあ、解像度が違いますからね。そうそうというのがあるから、そこをうまく戻してやれば、うん、その電子図書館ので一旦その図書館から離れたものを物理的な空間に持ってこれると思ってるわけですよ、うん、そうですね、はい、それで、その落合さんの技術を使えばもうすでにそれが可能だよねっていうふうに私はまず思ったわけ。なるほど。例えば、あのフェムトレーザーなんたらかんたらっていうのは、あれも三次元的に絵描けるけど、将来的には何だって描けるわけでしょ。そうです。何だって描ける、うん、何だって描けるわけですね。何だって描けるわけですよ。物理的な図書館の空間の中に何だって描けるんでしょ、うん、そう、何だって描けますね、はい、スタープラチナ描こうと思えば描けます、はいはい、で私のスタンドを作ってくださいという約束を覚えてますよね。はい、もうなんだっけ、あれなら作れますよ。五円玉運んでくれるやつ。そうですか。私のスタンドは置いといてですよ。で図書館に話を戻すと、はい、つまり図書館の中にその今電子図書館の空間の中でごちょごちょいろいろ我々は苦労しているものを物理的空間の中にうまく掛け合えれば、うん、既存のその図書館の情報アクセスを超えて、かつ電子図書館の流れを超えて新しい図書館、第三の図書館っていうのが多分できるはずだと私は思ってるわけ、はい、でそれはどんな姿だと思います？ああ、それはいい質問ですね。俺ね、今ね図書館的な働きを一番してるのはね DMM メイクとかファブラボとかだと思います。ではファブラボで提供されるサービスはもうデータを直接物理状態に起こして提供されてるんだけど、あれの方がかつて我々が持ってた図書館に対するイメージに極めて近い気がする。要はデータに対してどうやってアクセスするか、もしくはデータをどう処理するかっていうところで一回データを物理化する必要ニーズが増えてきた今現状で、それを使ってデータを修正するっていうことをファブラボではみんなしている。例えば三次元的なスタンフォードバニーを作ってみた、バニーを作ったんだけどこのバニーをどう検証してもう一回モデル作るかっていう時にバニーが実際に手に出てくる。でここでやり取りしてるのは極めて情報であって、情報探索は Google でどこでもできるようになったけど、情報を物理と変換してからもう一回情報に返すっていうことができるような場所が必要で、でその場所としてその、まあ、各地にあるファブラボとかあとは DMM 秋葉とかああいうところが機能してるのは極めて面白い。だから、なんだろうな、情報と物性をどう転換しうるかっていうのは次の、 図書館の一つのキーワードにはなるはずですよね。でもう一つさっきのお話でも出ましたけど、うん、人間 の、 その視覚とか聴覚って非常にその狭い領域しか認識できないわけですよね、うん、で一方で、なんて言うんだろう、こうその落合さんの話の中にあったようにその情報とか書き換える部分は人間の認識よりももっと広いところで書き換えるわ、書き換えるわけですよね、はい、書き換えられますね。ただ一方図書館というのはやっぱり人間が使うものだから、うん、どうしてもその人間の認識の物理的な制約があると思うんだけど、うん、そこはその限界になっちゃいますか。図書館で何調べるんですかね俺たち。なんかプログラムをコンピューターが書いてくれるようになったら何調べるんですかね。
でもそうなってくると俺極めて重要なのはね、老人ホーム的な使い方だと思うんですよね。これから高齢者社会になります。うん、だって10代でも老人みたいなもんですよ。コンピューターが全てやってくれるようになったら、どうやったらこの人たちに幸せに暮らしてくれるかをコンピューターは考えるべきで、そしたらまあ、俺はディズニーランドの中に住めばいいとか適当なことよく言うんですけど、ディズニーランドの中に住めばいい、もしくはフランスの山奥でワイン作りながら過ごせばいいとか言うんだけど、でもその中で人間の知りたい欲求っていうのは普遍だと思うんですよね。つまり知りたいっていう欲求に対して我々はどういう情報を出せるか、もしくは情報を表現したいっていう欲求も普遍だと思うんですよ。それはクリエーションの話です。つまりクリエーションとなんだ知的欲求をどう満たしていくかって言ったら、博物館機能にはそれはないから、どうやってやるかって言ったら多分図書館をそれに特化させるしかないんじゃないですかね。ただ知りたい欲求というのもそのスマホの普及で変わってきてて、単にパッなんかあると思ったらちょっと検索して知ったりになるでしょ、まあ、そしたら 8K のディスプレイとか用意するしかないんじゃないですか。逆に言うとその図書館に行くことによってもっと考える、うん、その知りたいということを演出できるんじゃないかなとも思ってるんですよ。なるほど、まあ、そうですね、それはそうかもしれないな。考える知りたい、でも考える、どこまで我々が考える必要があるのかが極めて僕は最近疑問なんですけど、でも考える必要がなくなったとしても、でもサバンナに行きたいとかいう欲求は絶対あるはずなんですよ。もしくはどっか何か知らないものが見たいっていう欲求はあって、それは我々が考える必要があるのかないのかによらず、我々が本質的に望んでいることだから。でアルスエレクトロニカセンターに最近 8K のプロジェクターが入ったんですね。めちゃくちゃ綺麗なんですよ。でそこにベトナムの写真とか出すと本当に窓が開いてそっちに見えてるような感じがするので、ああいうようなものっていうのは多分どんどん図書館とか入れていかないといけなくて、いや今マルチメディアの時代を超えるなら、映像で表現していたもうピクセルの枠組みを超えて、もう圧倒的に高解像度のものを見れる空間っていうのがあったら、でもそれは多分映画館じゃないんですよ。映画館はお話を楽しみに行ったりとかイベントをするような場所だけど、情報探索行動の一つとしてなんかもっと原理的な情報をどう楽しめるかっていうのが重要なんじゃないかなと思うな。 8K の意味は、現実のその解像度と区別がつかなくなるぐらいのものだからという意味ですね。そうです、はい、ほぼ目で分かんないくらいで、そうなってくるとまあ、壁一面に向こうの空間に行ったような感じがする。でもしくはヘッドマウントディスプレイもいいんだけど、ただヘッドマウントディスプレイの弱点はあれは人間が間お互いに閉じた空間になりやすいから、どうやったら我々はそこで人間同士のコミュニケーション消費に落とすかを考えないといけない。最初に言ってたコミュニケーション消費の話っていうのは、どうやって我々はそこで図書館っていう場でコミュニケートするかがすごい大事だよねっていうのが、なぜなら情報探索行動自体をコミュニケーションとして取れれば我々の余暇は潰せるわけだから、まあ、なんかそこにある時間が無駄かって言われたら、もう無駄なことするしかないんじゃないかって思ってますけどね。むしろ無駄なことをさせてあげるしか我々がこの生を全うする方法が見当たらない。なるほど、わかりました。はい、ここら辺は議論をし始めると大変面白いところなんですけども、せっかく、時間になりましたので、落合先生どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあついでに、ちょっと待って、ちょっと待って、1分ください。はい、こういうような話がですね、たっぷり詰まった魔法の世紀って本が11月27日に発売されます。はい、皆さん買ってください、買ってください、ぜひお願いします。あと編集企画で、まあ、別の人がやってるんですけど、一応来年の初めに出るのかな、落合陽一は何の本を読んできたかっていう、そういう本も出ることになってますんで、取材はこれからですか。はい、さて、そう言いつつ、図書館情報メディア研究家、一つはこれアンケートよろしくお願いしますねっていうのと、あと図書館情報メディア研究家、筑波大学附属図書館と、コラボをやってます。というわけでガマジャンパーです。はい、小野先生どうぞ。はい、上がっていい、上がっていいらしい、さあ上がるんだ、はい、急いです、時間ないから急いで。はい、皆さんこんにちは、図書館情報メディア研究家の小野です。さあ、落合先生のお話を聞いてですね、いかにうちの研究家がすごく先鋭的な、まあ、いわゆる古典的な図書館情報だけじゃないことをやってるのが分かっていただけて、特にデータをいかに物理化して扱っていくかということですが、さあ見てください。彼もですね、10年前に、データとして誕生したキャラクターだったのが5年前にこう物理化されました。はい、おそらく全国の図書館で初の物理化されたキャラクターで、活躍しておりますので、ぜひですね、こういう先鋭的な研究や試みをしている筑波大学図書館情報メディア研究家および筑波大学附属図書館を応援してくださる方、必ずポスターセッションのコーナーに行って投票欄にガマジャンパーと書いてくださるようにお願い申し上げます。写真撮影大歓迎ですので、出口で皆様お待ちしておりますので、ぜひお越しください。
はい、H の17という番号でございますので、ぜひよろしくお願いいたします。お時間ありがとうございました。はい、アンケートぜひ記入よろしくお願いいたします。さあ、帰るよ。